back to the stream. So it's been a while since I spoke. It's been tough since my dog has been suffering some pain. So I've been helping him manage that as well as my own mental health as well. So I wish you all guys are okay and doing well on your own pace. Remember that it's okay to choose yourself first before others or before even playing a game. So I hope you guys still enjoy playing Genshin as much as I do. And here's my stream. Thank you for hanging out. Don't forget to support the little community that I'm building. We're currently 17 going strong. And don't forget to support us on Ko-fi, because buying us Ko-fi is also helping Katila save for his streets. Thanks! たとえ今であっても、錬金術は世界の謎の一つに過ぎない。決して物質を永続的に存在させるような万能法術じゃなくて、オイラはただジュースが欲しいだけなんだ。何がいけないんだ。あ、でもさっき話したのは私とティマイオスの主観的なものであって、もし先生にも方法が思いつかないなら、その時は本当に。でも今日は機嫌悪そうだったし。それはないよ。アルベド先生はそんな人じゃない。そうだ、アルベドは今どこに行ってるんだ。また特に説明がない限り、いつも雪山に行ってるよ。アルベド先生は雪山に。じゃあオイラたちも雪山に行ってアルベドを探そうぜ。偵察騎士参上。すごいな。旅人も加入するのか。そいつはいいな。人数が多ければ多いほどいい。そうだね。これで安心だ。旅人ならきっと頼れる仲間になる。あ、よく見たらみんな冒険者協会の人だ。一人偵察騎士も混じってるけど。ほっほっほ。俺から説明しよう。近頃、我々冒険者協会は雪山で冬季特訓を開催しているんだ。君たちも知っての通り、メンバーの冒険経験は皆それぞれ違う。もし強くなるために一人で雪山に入ってしまってはとても危険だ。そのため先輩たちに後輩を率いてもらうことにした。つまりプロにルーキーの面倒を見てもらうんだ。みんな、そうすれば僕たちも共に進歩できるだろう。これは俺が半年も。君も優秀な冒険者として、もちろん我々に加入し力を貸してくれるな。もしかして冒険者協会にいる先輩の人手が足りないのか。それだけじゃないんだ。
私が偵察で雪山の教会を通りかかった時、ジョエルっていう子供が道に迷ってるのを見かけたの。その子はずっとこの拠点に住んでるって聞いたからここまで送ったんだ。ジョエルのお父さんは失踪した。そうでしょ。ジョエルの家族を思う気持ちは私もすごく理解できるの。雪山は人が少ないし、きっと孤独に感じてると思う。アンバー、うん、だからせめてジョエルの心を癒すのこと知ってあげたいと思って一緒に雪だるまを作ることにしたの。そのついでにここにも少し立ち寄ってサイリウスさんを手伝ってるんだ。今からジョエルのところに行こう。実はもう一人友達を呼んでるんだ。そろそろ時間だし、彼女も今回のイベントにぴったりな人物だと思うの。サイリウスさん、私たちは先に行ってるね。ああ問題ない。こっちはまだ確認作業が必要だ。出発する時になったら君たちに声をかける。騎士のお姉さんも雪だるまを作りに来たの？雪だるま？あ、ごめん、まだ紹介してなかったね。この人は波花騎士のエウルア、セピロス騎士団遊撃招待の隊。アンバー、その紹介はフォーマルすぎるんじゃない？僕、私のことはエウルアでいいわよ。うん、エウルアお姉ちゃん、僕のことはエウルアお姉ちゃん。やばい、エウルアが子供にも恨みを。まあいいわ、そう呼びたいのなら勝手にし。いいのかよ。ところでアンバー、雪だるまってどういうこと？私は君が冒険者協会の人手が足りないって言っていたから。それはまた別のことだよ。ほら、ジョエルの年頃だと目いっぱい遊びたいはずでしょ。でも雪山にはおもちゃも何もないからさ。昔はジョエルのお父さんが雪だるまを一緒に作ってあげたみたいなんだけど、今はお父さんがそばにいないの。だから私たちが一緒にいてあげようよ。それにエウルアだって一人で雪山の冷水風呂に浸かったりしてるし暇でしょ。みんなで一緒に大きな雪だるまを作るなんてきっとすごく面白いよ。そうだぞ、オイラも頑張るぜ。エウルアお姉ちゃんは他にやること大丈夫だよ。もし、いえ、そうじゃないわ。私はただ他の考え事をしていたの。雪だるま作りももちろん問題ないわよ。じゃあ早速手分けして素材を探そう。
私はジョエルとペアになるからエウロアはあんたに任せるね。ジョエル、あっちにとっても大きな木があるのは知ってる？あれをゴールにしてどっちが先にたどり着けるか競争しようよ。あ、はい、いいよ。どう？二人ともすっかりじゃん。どっちが、お前たち、なんでお互いを見、ジョエル、多分モンド城で生活をしたことがないんだと思うわ。あの子は私のことを知らなかった。ローレンス家がモンド人にとって何を意味するかさえも理解していなかったみたいね。そうだな。親しみを込めてお前のことをエウルアお姉ちゃんって呼んでた。確かにそうね。あの子の目には私はごく普通のモンド人として映っている。少し意外だったわ。でもこの感覚は嫌いじゃない。鋭いじゃない。みんなが会話していた時、まさかずっと私の表情を見ていたの？この恨み覚えておくわ。実は自分が雪だるまをうまく作れるか少し私は今まで一度たりとも雪だるまを作ったことがない。家の教えが厳しかったから小さい頃はそんな機会もなかったのよ。大きくなった今は冒険者のしね。本当に自信があるよね。それじゃあ雑談もここまでにしておきましょう。二人とも少し厄介な状況になった。確認したところ、それと人手不足の件なんだが、実はもともとフィッシュルを教官、君たちがいてくれて本当に。こんにちは、ジェラードと申します。新人冒険者です。それじゃあ、いいわ、この恨みは覚えておく。え、恨み？わかりました。勉強させていただきます。よし、ではそうしよう。もし後からさらにメンバーが増えるようだったら、その時は君にお願いする。どうして参加枠をエウルアにあげたんだ？そういうことだったのか。よく考えると普通の人が雪山みたいな寒いか。おいら分かったぞ。あ、素材を探すと言ってもエウルアは行っちゃったし。おかしいな。もしかしてオイラたちが来るのが遅っ。あいつら、早く追いかけよう。
俺が守れ。燃えろ。もしかしてその声は、うん、ふえ、どうして雪山に、あ、あるだったとはどういう意味だい。さっきここまで来るときにずっと視線を感じてて、あの雰囲気、おいら雪山で感じる視線等とは動物や盗賊によるものの可能性がある。二人は雪山に、実は最初はお前のことを探してたんだけど、うん、思考と言語のお前、うん、おや、そうなのかい。ならきっと重要なことだろう。なんか機嫌悪くなさそうだな、うん、言えないようなことでも別にか、ひひひ、なるほど。つまり君たちはサボりじゃなくて譲ったって言え、うん、それよりもお前は雪山に何、先日ある友人から依頼された絵がまだでき、何の原材料だ。絵の具だよ。青銀鉱からは高級な銀色の絵の具が作れる。鉱石も絵の具、ああ、でも不純物が多く含まれている青銀鉱は一見すると銀色の、そうなのか。君も絵を、いや、オイラじゃなくてこいつ。オイラたちあっちこっちを旅して絵を描くのっていいことだよな。そうだぞ、いいぞ。考え方は悪くない。二人ともいいぞ。アンバーはセピロス騎士だしきっと大丈夫だって。行こうぜ。外は寒い。雨のような、矢を頼んだわよ。くらえ。はい、頼んだわよ。逃げ道はあります。よっ、よっ、はっ。ここにあったものが少し減っている。価値のあるものか。価値を測るのは難しいが、なくなったのは僕の錬金、錬金術ノートって、素人にとってはただの紙くずに過ぎないだろう。だが、つまり錬金術の分かるやつが盗んだのか。でもここはよ、僕も同感だよ。しかし雪山では実際に、うん、ん？これは足跡？まだ新しい足跡だ。追いかけようぜ。泥棒を逃がすな。足跡は入り口からあっちへ向かったようだ。泥棒め。
石が上の方に続いている。崖を登ったのか？じゃあ、オイラたちも行こう。急がなくては。あれ、足跡がここで途絶えてる？どうやら崖を飛び降りたらしい。風の翼の用意。僕たちも飛び降りよう。もう逃げ道はないよ。逃げ道はありません。足跡はここだ。洞窟の中に入ったのか？オイラたちも行こう。待て、旅人。この洞窟には入り口が2つある。それに内部には近道挟み撃ちだな。先に犯人に遭遇した方だが、僕とオイラたちなら。ではまた後で。ああ。アルベド、そうか。あ、さっき、どうせすぐそこだし、あんま。この聖銀鉱はなんだか暗いな。不純物が多いか。うん、これは悪くないな。よし、これで足りるだろう。あれ、アルベド？ああ、すまない、追いつけなかった。そっか、結局。でも収穫がない。鉱石の採掘。聖銀鉱だ。ほら、お前の言ってた通り、光沢の高いものもあれば。聖銀鉱。僕がさりげなく言っただけなのに。お前がこの鉱石を絵の具にできるって言ったから気になって探しに行ったんじゃないか。
そういえば、あのとにかく、そいつ…そうだね。ノートはとても重要なものだ。そうだ、さっきさ、ほら、質の悪い石だ…ふん、確かに、その質、いらないものは…そうだろ。助けて。待った、今、何か聞こえなかった…冒険者がピンチなのかも。おう、冒険だ冒険。声はここら辺からだ。誰か助けてくれ。嘘だろ。お、旅人とパイモンか。俺だよ、ベネットだ。うわ、本当にベネットだ。 Hi, Sensei. Enjoy watching.早く助けよう。すまない。また面倒をかけて。うわ、いろんなものがごちゃごちゃしてるぞ。気をつけろ、誰か来る。みんなは俺が守る。ウサギ伯爵出撃。ひなびかり、すなわち鍵はあいつが持ってるみたいだ。さっきは時間の無駄だったな。やっと出られたぜ。Good luck on your study, 本当にありがとう先生。 Do your bestキギの間から石の入った雪の塊が落ちてきたな。それが当たって頭がクラクラし、少し聞いただけでなんてことない。俺の運が悪いだけだ。ああ、ついでに語っ、そうなのか。まあファデューの奴らも。ところでお前は聞いてないのか。冒険者協会はレザーは冒険者じゃないし、俺もベニー冒険団の団長兼唯一のメンバーだから。でもこんな長い間足止めされてたから、もう。え、まさかあのジェラ、もしそうだったら確かに。なんだって、教官は人手不足なんじゃないのか。セピロス騎士団の騎士がサポートしてくれることになって教官。セピロス騎士だったのか。だったら運の悪い俺よりよっぽど頼りになるな。そうだぞ。それにオイラたちが言ったのは今の状況だ。それにお前もこんな体。本当か。本当だ。あれ、ちょっと待てよ、アルベドはどこだ。アルベド？セピロス？いや、アルベドはたまたま行く。もしかして洞窟の方に戻って。しっ、どこに行ったんだ。なんだか雪山が賑やかだ。
こんなに人が多いことなんて滅多にない。オイラたち、さっきここを通った時にベネットの助けを呼ぶ声が聞こえたんだよな。その声を聞いてすぐに助けに行って、そしたらアルベドがいなくなってた。あ、まさかアルベドはベネットを見殺しにしようとしたのか。え、何を話しているんだい。アルベド、どこ行ってたんだよ。探したぞ。それは僕のセリフだよ。君たちには入り口で待つよう言ったはずだが。え、待つとか探すとか、もう俺こんがらがってきたぜ。あ、そうだ、まずは挨拶しないと。悪いなアルベド、何のことかさっぱりだが、どうやら俺はお前たちに迷惑をかけちまったらしい。いや、それは違うよベネット、君の問題じゃない。気にする必要はない。旅人、確認したいんだが、どうしてさっき入り口を離れたんだい。まさか。見つけたわよ。動かないで私の質問に答えなさい。僕？あれ、エウルは？新人の面倒を見てたんじゃないのか？悪巧みをする者の邪魔がなければ、確かにそれを続けていたわ。アルベド、さっき君がジョエルを連れて、雪山の無人地帯へ向かうのを見たわ。あそこには魔物が多くいる。一体何をするつもり？おいおい、何が起きてるんだ。じゃなくて、もうどれくらいのことが起きてるんだ。君がジョエルを連れ去ることを私が阻止しようとした時、君はジョエルを放り出して私に攻撃した。私が反撃すると君は素早くその場を逃げた。自分の行動について弁明する気はあるかしら。なるほど、実に面白い。面白いですって。エウルア、君は僕のなりすましに遭遇したのかもしれない。なりすまし？目的は何？今はまだ判断できない。だけど奇妙な現象には必ずつながりがある。錬金術ノートが盗まれた。しかも旅人とパイモンが君が洞窟に入るまで一緒にいたことを証言できると？おお、オイラたちが証言するぞ。現段階において僕がそのジョエルという少年に危害を加える理由はない。君が目撃した人物は僕のノートを盗み僕になりすましているものである可能性が高い。もちろん君が僕の言ったことを信じないのも至って正常なことだ。旅人とパイモンとは犯人を追いかけていた時にしばらく離れ離れになっていた。その期間の潔白を証明することはできない。しかし拠点が荒らされノートが盗まれたこの二つの出来事については旅人とパイモンが証明してくれるはずだ。アルベド、誰かお前のことを仇だと思ってる奴はいないのか。そいつが復讐のためにやったとか。僕のことを仇だと思うような人はいない。誰かの恨みを買うようなこともしたことはない。現時点での手がかりでは結論を導き出すには不十分だ。深刻な事態にある今、君たちに言われずとも僕は調査を始める気だ。エウルは、君が僕を信じられないのならそのまま僕のことを疑ってくれて構わない。だが少なくとも同じセピロス騎士であり同僚である僕との縁を忘れないでくれると助かる。それから旅人、パイモン、ベネット、君たちがよければ証人として僕のこれからの行動を観察してくれると助かる。もし向こうの標的が僕なら遅かれ早かれ僕のところに来るはずだ。その時が来れば状況も進展するだろう。はあ、とりあえずその言い分は認めるわ。ありえないようなことだけどジョエルを襲ったのが
君のなりすましだということを信じる。私がジュエルをしっかり守るわ。もし調査の手伝いが必要なら、私とアンバーに連絡してちょうだい。ありがとう。どういたしまして。アンバーの方にも私から。エウルアー！エウルアー！どこに行ってたの？アンバー、ここよ。エウルアー！旅人とパイモン、それにアルベドとベネットも。よかった、みんな一緒だったんだね。エウルアを探してたんだけど、まさかベネットもここにいるなんて。サイリュスさんが言ってたよ。ずっと来ないから、きっと何かトラブルに遭ってるんじゃないかって。 Hello, 確かにトラブルに巻き込まれてた。ありがとな。うん、じゃあ後で私とサイリュスさんのところに行こう。ところで、こんな大勢でどうしたの？何かあった？手伝いはいる？探索の途中で発生した小さなトラブルね。もうすべて解決したわ。お、そうなんだよ。俺の運が悪いせいでちょっとな。でも、そうなんだ。解決したならよかった。一緒に山を降りよう。ベネットをサイリスさんのところに連れて行かなきゃ。ああ、いつでも出発できるぜ。え、行きましょう。三人とも行っちゃったな。旅人、場所を変えて話そう。君に伝えたいことがある。それじゃあ、僕の拠点まで来てくれ。They're peoples. Peoples. Anyway, so I'm playing an event.Ah, yes. In the game, they are all real.拠点へ戻れば、安心して話ができる。助かる。感謝するよ。最近は研究に没頭してしまい、埃も溜まっていた。そろそろ片付ける必要がある。よし、これくらいでどうだ。綺麗に整頓できたぞ。 Which is why I really like itPlus, the characters really look good. Especially the husbandos. Tasty. 片付けも終わったし。真剣な表情になったな。さっきの件の説明でもするのか？僕は言ったはずだ。もし君に言ったけど、僕は君を騙すことはしないとも言った。だからこそ、今までずっとそういう状況を避けてきた。僕はホムンクルス、つまり人造人間だ。僕を想像したのは、僕の母であり師匠でもあるカーン・ルイアの学者、黄金レイン・ドット。人造人間？どうやったら人が想像できるんだよ。思考なる錬金術と無常なる知識の融合、その究極こそ人の想像だ。でもカーン・ルイア、僕は確かに見た目よりも少し年長だが、僕が師匠は僕を育てると同時に僕に知識を授けた。僕は彼女と同じく純粋な錬金術師、旅人。君はこれまで幾度も雪山を訪れたが、ここについてどう思う？レインドットが想像した二大奇跡、
一つが僕で、もう一つが、ルリン？それじゃあ、お前たち、兄弟だったってことか？同じくレインドットの子として、ドゥリンと僕は確かに、切っても切れない関係にある。もし、この人間の道徳を逸脱した現象を誕生と呼ぶ資格があるのなら、僕たち、ドゥリンと言ったら、確か特殊な力を持ってたはずだ。ああ。Thank you, Sensei, for hanging out and for the follow. Take care. Thanks for. Aww, thank you so much. Dakila extends his smiles and hugs. Take care, Garnier. だからこそ、雪山で事件が起きると、それについて深く考えてしまう。例えば、あれだよな、オイラがさっき言わなかったのは、こいつがオイラに何も言うなっていう、オイラたちが遭遇した状況だと、お前は洞窟に入ってからすぐに出てき、その時に、オイラたちはベネットの叫び声を聞いて、助けに行ったんだけど、お前は、どうやら、それが僕のなりすましのようだ。もしなりすましだったら、ウリ二つだったぞ。全く偽物だってわ。それにオイラたちと別れた後、なんで、もしかするとドゥリンの力は人を狂わせるのかもしれない。ざっくりとした推測だけどね。僕のなりすましをしているもの、もしくは僕の偽物だから、旅人、何も用事がないのならモンド城へ戻るといい。そうだぞ。オイラ、万が一何かあってもお前を一つ、それにお前もさっきの話を他のモンド人に話せないだろ。スクロースとティマ、そうだぞ。わかった。確か君たちはウィンターキャンプに参加していたね。それじゃあ君たちは通常通り、オイラたちが情報を記録、ああよし、じゃあ手は問題ない。そうだ、どんなことに遭遇し、
冬将軍も来たのでしょうか。何をすればいい？いざ！ウサギ伯爵！剣女盤石！天道、ここにあり。百発百中！ついてこい。全力攻撃だ！頼んだわよ。やっはっ、敵立先陣はっ、岩山八九さやっ、隙ありへっはっはっ、隙ありはっ、甘いせっへっ、出てこい銀ドローやや、ふん、は、は、岩山八九、は、ふ、天理チョーク、せ、た、難攻不落、突きあり、は、ふ、や、ふ、は。ウサギ伯爵出撃燃えろ。もう逃げ道はないよ。みんなは俺が守る、ね、難攻不落せっ、行くぞ、燃えろ。ウサギ伯爵出撃頼んだわよ。はい、難攻不落や、雨のようなやん、岩山八九天道、ここにあり。隙あり、全力攻撃だ。やっ、ウサギ伯爵せっ、お前の名で戦略を入れておいたぞ。
いざ！雪が止むまで場所を移動しよう。俺は問題ないが、お前が風邪をひくかもしれない。
て最悪な天気なんだ。冷えるな。ついてこれるかな？
弾八九。難攻不落。難攻不落。いざ難攻不落。
花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。急流となった。ふん、頼んだわよ。もうええよ。よっ、そこだ。ほれ。よっ。さらば。えい。よっ。ブン、トン、くらえ。本当に俺を呼んだのか？今こそ出陣の時。ふん、私に任せなさい。みんながそばにいてくれるわ。傷なんて痛まない。冒険だ冒険。ここより弱滅の時。
ふっとふっせっふっそこだ。あなたの運命は。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。くらえ。黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。私は甘く。裁きの雷。ふっ。ふっ。しっ。リオナの特製ドリンクじゃ。燃えろ。ふっ。姿を見せ。見切りました。稲光。すなわち永遠なり。全力攻撃だ。影のカラスが優雅を求めている。裁きの雷。
断罪の名において、どうよ、みんなは俺が守る。逃げ道はありません。よっ、そこ、た、た、た、私は甘く見ないで。黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。私は甘く見ないで。飲みすぎだよ。無我の境地。た、て、た、て、た、た、て、よっ、裁きの雷。あっ、影のカラスが雄也を求めている。全力攻撃だ。せえせえはっけっよっせえっ、寝てもいいか？偵察記事参上。完全掌握。神器。そばに誰もいない。私の普遍を引き立たせるだけ。
ズレズレなる。ママにひくらし、すずりに向かいて。この同点も
同点につい。の名のもとに はありません。ここより弱滅の時。股間奥義。黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。元気出してよ、みんな頑張ってね。見切りました。無我の境地。やっ、さっ、せっ。犯罪の名においと裁きの雷槌。Thank you.
識となれ。さい。断罪の何を。見切りました。稲光、すなわち永遠なり。ストップ。はっ。ふっ。さっ。逃げ道はありません。みんな頑張ってね。元気出せよ。コカ奥義。雨描きがたし。見切りました。無我の境地。せっ。はっ。やっ。さっ。せっ。はっ。
はありません。稲光り、すなわち永遠なり。はっ、そっ、はっ、せい、やっ、たっ、ふっ、そこ、ふっ、せっ、たっ、せっ、夜の権限。左右ルコン、この剣はわかるかい？雨描きがたし。みんな、頑張ってね。ここより弱滅の時。ストップ。
罪の名によみんなを守るからね。稲光、すなわち永遠なり。そこ、さ、ちょっ、ふっ、はい、歌よ錦となれ。やっ、黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。よし、無我の境地。バーバラ、行くよ。みんな、頑張ってね。の境地ふっかっふっの雷槌、やっ、隙あり。難攻不落。逃げ道はありません。はっ、てっ、た、ひゅっ、ふん、ふっ、ほっと、ふっ、さばきのいかづち、て、ガンザンハチク、ふん、つきあう、冥王剣神、て、暗算八九。いや、ふっ、隙あり。ミュージックスタート。ふっ、と。ふっ、おい。いや、
た。少し疲れた。逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。パス。せっ、やっ。いざ新天道地。さて、今こそ誕生の時。せっ、やっ、た。疑似妖怪。準備できたかな。みんなを守るからね。創生の岩山八九と、た、疑似妖怪。創生の岩山八九、は、隙あり、は、いや、
意地よ。創生の術。て。酒。はと。創生の術。難攻不落。いや。酒。せ。疑似よ、異形を見届けよ。はっ、せい、やっ、てっ、創生の術。見切りました。無我の境地。さばきの雨描きがたし。五感奥義。黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。逃げ道はありません。ここより弱滅の時。さばきの雷。みんな頑張ってね。すなわち永遠なり。ストップ。はっ、せい、やっ、さっ、ふっ、ふっ、そこ、て、はっ、みんなを守るからね。はっ、逃げ道はありません。サリウルコン雨描きがたし。ふっ、はっ、せっ、ここより弱滅の時。せっ、ふっ、はっ、そこ、せっ、せっ、ミュージックスタート。影のカラスが優雅を求めている。はっ、ふっ、や、せっ、はっ、ふっ。
この美しい風景もそばに誰もいない以上私の普遍を引き立たせるだけ。お前と共に戦う。花と酒を手に。Hope you enjoy the game as much as I do. Till then, bye!